ケツ丸もいる、ケツ丸も、ケツ丸もいますね。ひえー、でかい。じゃあちょっとジョージとナオミどっちか一個だけでいいか、とりあえずは。それのサドルを作って乗ってみよう。とりあえずナオミかな、レベル高いから。ナオミに乗って餌を取ってきてもらおう。はい、とりあえず、あ、こんな風にくらつくんですね。おお、でかいでかい。おお、一発だ。やっぱ強いですね。でもこれすごいことになってるぞ。こんな風に泳ぐ浅瀬だとひどいなこれ。はいはいはい、ああ、いいじゃないですか。やっぱ魚はすごい取りやすそう。あ、すごいすごい、こういう風に乗っかるんだ。振り落とされそうだな、すぐに。あ、8個も取れる。すごいすごいすごい。あ、早いですね。立ち泳ぎしてたなこれすごいな、この泳ぎ方目立ちますね。あ、でも早い早い。スタミナがちょっとあれかな、息がな、息が続かないからたまに出さなきゃいけないですね。お、サメがいる、倒しましょう。倒せるでしょう。あ、強いな意外と。あ、逃げてる逃げてる。あ、もう一匹来てる。うまくいかない。ちょっと待って、息さして。来てる来てる来てる。大丈夫かこれ。よし、行った。おー、2匹同時で行きましたね。強いな。しかもお肉がすごい手に入る。いいですね、メガドロ、メガロドンか強いですね。全然ダメージ食らってない。確かここら辺にちっちゃい魚、あ、ワニがいるな。大丈夫かワニ。大丈夫だろうけど、一応これでだいぶ餌は OK そうですね。真珠とかも取りに行こうかな。なんか落ちそうで怖いな。これ一匹でも相当取れるからいいな。お、カブトガニ。三葉虫か。なんかアンコウとかもいるらしいんですよね。とりあえず取れるだけ取っとこう。おお、レベル上がった。レベルも上げときたいですねこの格好がひどいけどやっぱスタミナがちょっと少ないな。どこまで浅瀬行けんだろうこれ。ほとんど宙に浮いてるけど。アハンコもテーミングできるんですね。でもスキューバセットないと息が続かないですよねこれ。ひどいなこれ。じゃあちょっとカンガルーですね、行きましょう。カンガルーを探しに、新しく、名前、正式名称何だったかな、忘れちゃったんですけど、新たにカンガルーが追加されたみたいなんで、それを取りに行きましょう。カンガルーはなんか公式のやつ見た限りはなんかモフモフした感じのすごいでかいカンガルーでしたね。とにかくでかかったな。カンガルーいないですね。ここら辺なのかな、ほんと。多分雪地帯だと思うんですけどね。あの袋の中がすごいあったかそうだったんですよ。で、蔵もいらないんじゃないのかな、袋の中入れて。わー、ギガント。
サウルスいますね、ここに。でかっ。ギガノトサウルスでしたっけ。いるいるいる。ここにいるんだ。これでしょう。この大きさ。へえ、でかい。いましたね、こんなところに。ただ今日はこれはスルーですね。ちゃんと対策してやんなきゃダメだな、これは。レベルいくつなんだろう。一応見とくか。やっぱここら辺しょっちゅう湧いてる気がするな、毎回。毎回ここで湧いてますよね、多分。めちゃくちゃでかいですね。ただすごい狭そう。いますね、いますね。いやー、かっこいい。あ、すごいおとなしいですね。動けなくなってるぞ。はめればいけそうだけど、ちょっと足りないですね、矢の本数も。うん、今日はやめときましょう。これやったら本当寝れなくなっちゃいそうな気がする。わー、ケツ丸もいる。ケツ丸も、ケツ丸もいますね。こんなとこ飛んでんだ。でも寒いからやだな、こんなとこでテーミングするのは。こんな低いとこ飛んでるケツ丸が珍しいですね。てか全くいないですよね。雪山地帯じゃないのかな。こんだけ見たから。いないですね。もう虫嫌い、虫嫌い。やめてやめて。あ、なんかツリーハウス拠点みたいのがある、ここら辺にも。これもヒロさんちか。なんか浮いてるぞ。え、マップの中央あたりカンガルー。本当ですか。うわ、意味ないことしてた。まあ、いっか。中央あたりなんですね。よし、じゃあ中央あたり行きましょう。どうやらこのあたりには湧かないみたいです。わあ、すごい。ここら辺あんま探索してなかったけど、すごいですね。こんな風になってんだ。じゃあダイヤウルフ1匹取ってこうかな。せっかくだから。なんか良さそうな色のダイヤウルフ。ダイヤウルフって毛皮はいらないですよね。白がいいかな、やっぱ。8レベル。ああ、いいじゃないですか。これいいな、これいいな。これあのトントンの場所に置いとこうかな。かわいいかわいい。これ連れて帰ろ。スタミナが切れんな、途中で。ちょっとここら辺で一旦置いて、休憩したいんだけどな。岩の上とかで休憩したい。置いた瞬間襲ってきそうですからね。ぽい。ちょっと休憩させて。あ、どっか行っちゃわないで。休憩したら取りに行きましょう。どっか行っちゃったな。結構、なんでそんな、あ、なんでそんな、どっか行っちゃうの。ちょっとちょっとちょっと落ち着いて。早い早い。いなくなっちゃう、いなくなっちゃう。よし。いた、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 いた。何、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 攻撃されちゃうの、これ。さっきもおとなしかったのに。向きが悪いのか、これ。向きによってあれなんですね。いったー。すーごい痛かった。これだったら大丈夫だな。あ、敵対的になってるとダメなの、これ。やばい。そういうことか。
これダメだ、これダメだ、これダメだ。おとなしくさせないと。痛い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 。下ろさなきゃよかった。敵対的な状態で捕まえるとダメなんですね、これ。最悪だ。うちのある、え、どっか行っちゃってるし。ちょっともう、せっかく持って帰れそうなのに、なんでそんな遠く行っちゃうの。自由だなぁ、ウルフは。あ、ダメだ、見失った。これ、家に帰ろうとしてんのかなぁ。いなくなっちゃいましたね。よし、ブロントのサドルもブループリントですね。土台が手に入ったので、あれのブロントを捕まえましょう。サソリでなるべく捕まえたいですよね。これ使ってあのブロントをテーミングしたい。はい、でこれをなるべくこっち側がいいんですよね。あら、帰ってっちゃう、すぐ帰ってっちゃうな。はい、これレベルいくつだろう、ちなみに36か。どうなんだろう。このままテーミングしたいんだけどな、本当は。お、当たってる当たってる。もうちょっとこっちが来てくれないかな。してくれないな。おお、倒れた。行きましたね。うわあ、水の中か。テーミングスタートしてから1時間ぐらいですかね。あともうちょっとですね。36だから52レベル。結構強くなりますね。ステゴサウルスがなんか見に来てる。顔がうずもえてたけど、どうやら溺れることはなかったですね。ただこれ、まだ、蔵がつけれないんですよね。蔵の材料がかなり必要なんで、しばらくはちょっとあの家のとこ置いときましょうね。ああ、もうちょっとだ。やっぱでも一番でかいですからね、ブロントは。置き場所だな、置き場所。おお、来た。ブロントザウルス来ましたね。でかっ。人の顔、人の全体で顔よりもでかいですからね。やばいな。おー、いいですね。溜まってる溜まってる。名前はドン、ドンにしましょう。はい。おー、52レベルいいですね。ちょっとついてきてもらおう。おいで、どんどん。こっちだ。早く蔵つけたいですね、これは。家みたいの作りたい。こっちこっち、どんどんおいで。遅いな、遅いですね。どんどんこっちだ。どこ置いとこうかな、家の。通れますよねこれ。うわ、でか。こっち置いとくか。どんどんは邪魔にならないところ。
でかっ。ここでいいでしょう。でかいですね。やっぱブロントはすごい。あー、かわいいな。首長だけど結構歯がいかついですね、近くで見ると。あー、しこいでブロントの、ブロントサウルスもテーミング OK ですね。増えてきた増えてきた。ちょっとかなり手狭になってきましたね。いろいろ置き場所考えないと大変だこれ。